木中見えんのそれ。ワンチャン金刀貝。ああこれ。やべ中も飛んだ。ここ言います、ここ。はーい。いやこれ金刀貝持ってるぞマジ。バリつけてます。リリスコかな。あ、レジスコだ。正解。はい。最後黙々で実況解説できるんですか。いやーそれで今ちょっとバンガロールどうするかっていうのをあれ永久に考えていて、ちょっと V5 カスタム始まるまでぐらいには一旦ケプロン出そうかなとは思ってるんですけど、ただまあできる限りまあキャラバンはしたくないなとは思ってるんですけど、なんかデジスコ持ってるチームが勝つみたいな感じになってる気がする。そうなんですよね。デジスコに対しての回答が今ちょっとなさすぎるんで、ブラハとシアがいないせいで、そこは結構問題なのと、あとはそのオブザーバーでの見え方ってのも今ちょっといろいろ検証していただいていて、そのスタジオの方になんかキャラクターがこういう状況だったらハイライトされるされないってのをやってもらっていて、まあ最悪常にハイライトされるんだったら感染してんで、だったらまあ見れないことはないんで、まあまあまあとは思いつつ、ただまあ一切見えないんだったらちょっとそれはちょっとみたいな。頭痛いっすね。頭が痛いです本当に。泣きたいっす。涙を流しながら。はい。まあでも僕も大変ですけど、やっぱそれは出る側もね、やっぱもろに影響を受けるところなんで。みんなが楽しくやってくれたらもう本当に本当にそれでいいんですけど、金刀貝マジで欲しいな。課金で買えんか。フェイトゥウィン、フェイトゥウィン。正直バンガロールバンってよりも金刀貝バンしてんだよな僕。あーでもそれはありね。それ僕賛成です。いやもうなんか消したや。私苦手なんですよね。金刀貝が。そう。だからバンにしてくれたらマジで嬉しい。なんかパブジーのカスタムみたいになんかいろんなルールいけれたらいいのにな。あこれ鍵ある。いやママ。